農家員よ、今日お主は授業で何を呼び出した？毒を呼び出しました。違うだろ、正直に言え。家員、魔王を。なかろう、お主のことだから。はい、その魔王と契約しました。暴れ出したりしたらどうなると思っているのだ。この王都が一瞬にして滅びてしまっていたかもしれんのだぞ。まさかそんなのが出てくるなんて思ってもいませんでした。ちょっと待ってください。魔族ならともかく魔王、魔力が上がったのかもしれんな。初代様って。カインよ、あのおかしなステータスがどうなっているのか本無用だ。国家機密だと思え。他に話せば死罪だと思って構わん。カインよ、ではそれでは開きます。ステータスオープン。なあ、アシンだと。おお、神よ。ってやめてください先生。カイン様と呼ぶべきなのかな。もうマグナ大将まで。カインよ、本当に国を滅ぼすらが。そんなことしませんよ。全く生徒と同じことを。同じこと。今まで通り接することとしよう。しかしこのステータス、お前に国をよこせと言われたら素直に渡った意味がこれでわかったな。カインよ、近々謁見を開く。お前は子爵になれ。こうしたら婚約発表だ。え、これに関しての異議は認めん。王都に近い町なら大丈夫だろう。一つの町も守れぬ者が国など守れるはずがなかろう。